脱コロナの動きはこんなところにも。名古屋市立丸の内小学校で行われたのは、なんと給食の授業。この授業を受けるのは子どもたち初めてです。真剣に先生の話を聞いていました。授業が終わると机をくっつけ始める子どもたち。そう、今日からこちらの小学校では3年ぶりに机をくっつけた対面で給食を食べられるようになったのです。黙食でしたもんね。コロナ禍では給食時全員が同じ方向を向いて黙食するなどの感染症対策が取られていましたが、いただきます。いただきます。楽しい給食の時間が始まると、やみやみ英語で。今日お邪魔した4年1組の子どもたちにとって初めての対面での給食だったのですが、みんな楽しそうに喋っていました。これなんか一緒にかかっちゃったら米だけ食べて後でルーだけ食べて。でもそうしたらさ、ルーも普通に食べるとなんかちょっときつくない？かけたらさ、早く食べ終われるから時間がいい。ご飯にカレーをかけるかかけないかで激論が。会話をして、適度なこう会話を楽しみながら食事するってすごく大切なことだと思う。これが当たり前だった時を僕自身は知ってるので、だんだんと今まで通りの生活に早く戻るといいなというふうに改めて思います。ごちそうさまでした。小学校で初めての対面給食どうだったかな。みんなと固まって食べれたから嬉しかったし、なんかおしゃべりも多くなった。しゃべりたかったけどあんまりしゃべれなかったのがしゃべれるようになって嬉しい。明日も楽しい話をしたいです。